並木やぶそばは、東京都台東区上成門2丁目にある1913年創業のそば屋店舗。東京名会繁盛杖、団子坂やぶそば、つた三みの伝次郎、明治35年。並木やぶそばは、1913年、神田やぶそばの初代、堀田七兵衛の三男、堀田勝造が創業した。もともとやぶそばは、1880年、浅草倉前のそば屋、 中佐の四代目、堀田七兵衛が、神田連寂町にあった、津田屋の支店、団子坂支店、やぶそばののれんを譲り受け開業したのが、現在の神田やぶそばの始まりである。その後、1906年、江戸から明治にかけて一世を風靡した、名店、団子坂やぶそば、津田屋は、三代目、三輪の伝次郎による相場の失敗により廃業に追い込まれた。廃業後の、 やぶそばののれんは、神田連雀町の、神田だやぶそばに受け継がれた。神田だやぶそばの初代、堀田七兵衛は、長男が早死にしたため、本店を、次男、堀田平二郎に継がせた。その時、すでに京橋で蕎麦屋を始めていた三男、堀田勝かには、京橋の、やぶ金という当時の有名店を譲り受け、その店を持たせた。その後の、1913年、 京橋の店が借地だったため、地主に土地の明け渡しを求められ、浅草並木町に移転し開業した店が、現在の並木やぶそばである。やぶを三夜の一角を担う店として知られている。おひいき筋から、雷門のやぶとも呼ばれている。また、そばの文化は、江戸時代に始まり、江戸生まれのやぶ、大阪が、起源の砂場、新州出身のさらしなは、 老舗を三家加と呼ばれていた。雑誌がや蕎麦り雑誌が焼き下郷土前茶屋道所やぶの、蕎麦り、俗江戸砂子恩子明石う四五館、菊岡千両著、享法二十年より抜粋団後坂カーザやぶした上に、あり。と価各区に支点を有し、やぶ蕎麦の有名なるものまず指をこの家に屈す。名代は正路にして、他方最も固く、蕎麦通りの称賛するところなり。 その地また長房管画にして、庭再起草あり、古いあり。勝者たる、リザ式数多く、幕府その間にあるをもって、大手、三福の苦熱を使用するもの多く、ことに菊花の気候には、収穫雑踏し、虚しく門外より帰るもの少なからず。東京名物市、やぶそば本郷区駒込田木林町、庭の伝次郎、明治三十四年観光。 より抜粋前提に被爆を作ってあったので、能量の客に振りまったことは、非常なものであった。客のために備えた150枚の浴衣が、常に不足をしたと言われたくらい、まさしたものだ。それに団子坂に、菊人形の持った頃には、お砂お砂の人手で、この自分の矢部は、朝から晩まで人足が絶えなかった。公園一帯は、妄想地区の矢部であったので、 そばの道具は多く竹細工を用いた。そば通、明治年間に廃絶した店より抜粋。ありがとうございます。